はい、こんにちは、マリリンちゃんです。よろしくお願いします。今日やるゲームはこちら、ザ・ナイトメア・オブ・ジ・エア・バルーン。はい、どういうゲームかというと、概要欄には特に何も書いていなくって、視力検査の時に、あの目の検査ですね、目の検査の時に覗いてこう見える気球の絵が見える機械、わかりますかね、まあ見ればなんとなくわかると思うんですけども、それのね、ホラーゲームのようですね。とりあえずね、やってみましょう。それでは始める。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、これです、これです。これわかりますか？あのぼやーっとして焦点合うみたいなね、はい、やつですね。その中に入ってきたんですかね、これね。すごいのどかでいいところですね。そよ風が吹いて鳥の声もいいですね。はい、じゃあ歩っていきましょう。この横にある葉っぱ、こんな感じ、あ、こんな感じなんですね。すごくいいですね。はい、ここまでホラーゲー感ゼロ。すごく気持ちのいい場所です。で、これが、あ、これ多分イネ科の植物ですね。何の植物かわかんないけど、イネ科ですね。マリリンちゃんはイネ科のアレルギーです。はいはい。なんだ？ホールドシフトトゥーラン。なるほど。走れっていうことですね。じゃあ、シフトボタン押しっぱなしで走りましょう。道路にも葉っぱが生えてますね。これは、あれかな？前の気球に向かって追いつけるのかな？はい。とりあえず走っちゃいましょう。空もいいですね。これで、何かが出てきたりとかあるのかな。近づいてるかな。あ、でもちょっと近づいてるのかな。どうかな。あ、なんか今あったよ。ちょっと待って、目玉、目の検査だからこれ目玉があるのかな。後ろなんか山が出てきたよね。山違うのか。あ、違うか。ただ見えないからああなってるのか。やっぱり進んでいきましょう。目が一個ありましたね。さあ。ちょっとだけ気球大きくなってきた気がするな。うん、またなんか書いてありますね。It's a lie。これは嘘ってことですかね。行きましょう。あ、やっぱ確実に大きくなってますね。あの乗るところが見えてきましたもんね。なんか空の色がちょっと変わってきたか？少し曇ってきた感じがしますよね。夕方になってきたのかな？待って、気球に何かが書いてあるな。え、なんだ？ 4?B?B4?BA って書いてあるのか。ちょっと待って、これ、え？気球？気球ってこれ立体じゃないんだ。46って書いたのか。あ、ちょっと待って、待って。え？気球に顔が出ましたよ。これ普段目の検査してる裏側ってこんな感じになってんの？そうなんだ。これちょっと待って。わら、何これ？ブロックみたいな。土管？土管じゃないか。なんかありますね。いや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 、これちょっとね、笑っちゃいますよね。おお、さあ、なんか、おおおお。お、なんですかね。は、なんか場所が、突然。え、どこここ。え、ちょっと待って、後ろは？ちょっと待って、顔があったけど。はい。あんなことになってたんですね。普段目の検査をしている裏側は。はい。すごい面白かったですね。はい。といったところで、今回の動画おしまいにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。